ごきげんよう、ジャパルの皆さん、ノブでーす。この前ね、渓流釣りの動画を配信したんですけど、ご覧になられましたかね。まあ僕はね、もう坊主だったんですけど、ゼロ匹ですよ。釣れたのはゼロ匹だったんですけど、悔しかったので、キャストの練習をしにね、ちょっと公園まで来ました。で、そのついでにね、面白い本を見つけたので、こちらも紹介しようかなと思います。以前、メスティンレシピ本っていうやつを紹介したんですけども、そちらの、おそらく第2弾の本になります。こちら、メスティン自動レシピっていう本ですね。こう着火する。火が消えたら出来上がりのレシピ集と。例えば釣り場飯とかもやってるんですけど、まあ釣りに行ってね、漁港でご飯一品作るみたいなこともやってるんですけど、そういうのにね、かなり使いやすいレシピが、載ってるんじゃないかってことでこちら買ってきました。で、中身は基本的に以前紹介したものと同じような内容も載ってますけれども、こういう自動調理の基本っていう章があって、自動炊飯について書かれてます。まあ自動炊飯っていうのは基本的には固形燃料を入れてそのまま放置してたらできますよっていう料理ですね。自動炊飯するための道具としてこういうポケットストーブみたいなのがあったり、固形燃料も種類がね、こういくつかありますよっていう話とかね、こういう強火とか中火とか弱火のものとか、100均の固形燃料が載ってたりしてます。あとはこういう風防がやっぱり必要ですよっていう話、あとは自動で作るための周辺アイテムとかが載ってたりしています。ここに書いてる耐熱性プリンカップっていうのがかなり僕もね、使えるんじゃないかなと思って、こちら用意してみました。もうずいぶん使われてる家にあったやつなんですけど、プリンが作れるようなカップが100均で売られてるので、こういうのを1個持っとくと便利だと思います。自動炊飯のためのスタッキングレーみたいなのも載ってたりしています。料理としてはこういう炊くっていうやつとか、煮るとか、蒸すっていう料理とか、焼くっていう料理が載ってます。で、今回やろうと思ってるのはこちらのね、表紙にもなってるんですけれども、この豚玉丼、めっちゃうまそうじゃないですか。こちらをね、今回作っていきたいと思います。まず1番、メスティンで米を30分吸水させる。まずこれやっていきます。まずメスティンをいつも通り用意していきます。これは風防ですね。これはね、100均の固形燃料を使ってます。エスビット、米1合を用意しました。で、1合入れて水を 200cc 入れるんですけど、このシェラカップに200のメモリがついてるので、こちら使うと便利です。 200cc 測って入れます。で、蓋して30分つけます。つけてる間に豚バラ肉、これね、カットします。豚バラのカット完了。で、豚バラをカットしたら醤油、これを大さじ1と小さじ1、砂糖を小さじ2、お酢を小さじ1、ごま油小さじ1、塩を少々、かき混ぜてつけておきます。あ、めっちゃ簡単だなこれ。で、このまま20分つけます。そしたらまずこの豚肉をご飯の上にのせます。お、いいね、うまそうだね。で、蓋をして固形燃料で着火。そしたらこのプリンの容器ですね、これにちょっとだけ水を入れて卵を落とします。これにラップをしてあげます。こんな感じですね。
でラップしたらメスティンの上にセット、風防で囲ってあげます。こんな感じでセット完了ですね。でこのまま自動炊飯開始。上から見るとこんな感じです。ぴったり風防で囲んで、その上に卵をセットしてます。メスティンのね、自動炊飯してる空き時間に釣りの練習をしていきます。はい、場所のセッティングしました。ということで今回もまあルアーの重量はだいたい3から5グラムぐらい投げようかなと思ってるので、3グラムぐらいの重りを用意してます。これでね、またあのペットボトルに当てたいと思うんですけど、渓流釣りに行って思ったのは、ああいう縁のところに落としに行かないとダメなんで、ちょっとね木の脇にペットボトルを置いてみました。で、あそこにね落としに行きたいと思います。よし、じゃあやっていきましょう。やっぱ自動炊飯いいな。飯作ってる間に遊べるっていうのが最高ですね。惜しいね。15分ぐらい経ったんですけど、卵が少し固まってきてるかな。どの程度固まるんでしょうね。楽しみ。やっぱね、まあちゃんとペットボトルのこの周辺に落ちてたらまあ大体 OK なんですけど、まあしっかりね当てに行きたいと思います。そろそろね30分経って固形燃料消えてきたと思うので戻ります。うん、そろそろいいかな。卵、おお、結構温まってる。てか熱い。じゃあメスティンの方開けていきましょうか。お、いきますよ。バカー、うわ、うまそう、いい感じ。じゃあこれにネギを乗せて、お、いいね。卵はどうなっているんでしょうかと。おー、いいね。見て見て、ほら、おー、いい感じ。こう落として、おー、いいね。白身もちゃんと作っておいて、こちらで豚玉丼完成です。うまそう。いただきます。あ、うめえ。豚めっちゃ柔らかい。これお酢がね、なんちゅう、味に深みを出しててめっちゃうまい。めっちゃいいじゃんこれ。超簡単だし、うん、ネギもシャキシャキでうまい。卵も見てこれ、割りますよ。割っちゃって蓋と絡めていただきます。うん、いや、やばこれ、マジでうまいです。幸せ。牛丼屋さんの豚丼より普通にうまい。うわあ、当たるか、釣れるか、釣れるか。うわ、バラしましたなんてね、妄想しながら飯食ってます。にしてもうまいなこれ。あー最高。マジでこのメスティン自動レシピ本最高だと思います。特にね、メスティンで簡単にアウトドアでご飯食べたい方向けにかなりおすすめの本だと思います。本当にこの本、簡単にできるレシピばっかり載ってるので、今後もねこれ使って釣り場飯とかそういうのねやっていきたいと思ってます。あとね、このプリンのケース、これはねかなり使える。卵はね、あそこまで固まってくれるんだったら本当に1個持ってっていいと思います。
コンパクトだしね、このサイズだとメスティンに入るのでちょうどいいんじゃないかなと思います。こちらの本のリンクも概要欄に貼ってますので、興味のある方はよければ見てください。お腹もいっぱいになったし、練習再開。よっしゃー来たー、よっしゃー来たー、やりました。しかも足元だからドンピシャ。まだまだ練習するんですけど、次の渓流釣りが楽しみになってきました。もしよかったらメスティン自動レシピ本も試してみてね。そんな感じで今日ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。